歯周病がアルツハイマー型認知症の原因になることをご存知ですか？この研究は医学部指導で行われ、薬に頼らずに認知症予防と認知症治療のヒントになるのではないかと今注目されているんです。レッツ大口博歯歯科クリニック。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。このチャンネルは皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。さて、今回は歯周病がアルツハイマー型認知症の原因の一つであることが研究で突き止められたというお話をさせていただきますね。この研究は名古屋市立大学医学部や九州大学、東北の大学などで多くの研究がされているんです。名古屋市立大学医学部では2017年に発表され、我々歯科医師が臨床経験で感じたことがようやく証明されたというふうに私は感じました。歯が悪い人、入れ歯が合わない人、口腔環境が悪い方は何らかの疾患を抱えていることが多く、歯周病の治療をすると血糖値が正常に近づくことが証明されているんです。そして噛み合わせを治すとですよ、体重が増えること、昔、私の診療所でとても虚弱な女性が治療に来ました。その頃父親と一緒に働いていたんですけども、その女性にちっと歯を治して噛ませるようにしました。そうしたらなんと体重が増えて健康的な女性に変わられました。つまり噛み合わせを治すと体重が増えて基礎体力が増したりすることもあるんです。これらについて歯科医師は感じていたのですが、新薬の開発につながるわけでもないですので研究対象にはならないこともあり、歯科医師だけが騒いでいると思われていたものがデータに基づいて証明できるようになりました。それでは研究内容と方法、研究結果について解説させていただきますね。自分には関係ないよと思われる方もお見えになるかもしれません。アルツハイマー型認知症予防にもつながるヒントになると私は思いますので、最後までご視聴いただきましてためになったと思われた方は、チャンネル登録と高評価通知ボタンの設定をぜひよろしくお願いいたします。名古屋市立大学も九州大学も研究方法については同じですが、マウスに歯周病菌を投与して実験しているんです。アルツハイマー型認知症の原因物質はですよ、アミロイド β というタンパク質なんです。これはすでに分かっていますが、歯周病菌を投与されたマウスは投与されていないマウスに比べて約10倍ですよ、10倍のアミロイド β が検出されていまして、記憶力も低下している。目の中歩かせますと、もう歯周病に侵されたネズミはなかなか到達しません。そういう意味で記憶力も低下したと発表されているんです。歯周病になると当然歯も抜けてしまいます。噛み合わせる力も弱くなります。それが脳への刺激が弱くなり認知症になりやすいとか、歯がなくなるという栄養摂取の面で影響を受けるために、全身の健康に影響を与えるなど複合的に判断する必要があると言われています。
いずれにしてもですよ、歯が抜けて咀嚼効率が衰えた結果ですよ、認知症発症の要因になることが明白なんです。ところで私の地元のですね、エーザイ株式会社のアルツハイマー型認知症の治療薬についてとても話題になりましたよね。日本でも承認されないことになってしまったんです。治験が始まると報道された時はエーザイの株が急騰し期待も高まりましたが、承認されないということで医療関係者も患者を抱える方も投資家もがっかりしましたね。いずれは効果のある薬も開発されるでしょうが、今回の研究のように歯周病菌がですよ、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイド β を増やすことは解明されていますので、歯周病にならない歯周病の人は早めに治療するなどの対策が必要です。歯周病の疑いのある人は最低限ですよ、半年に1回ではなく歯科医院に2週間に1回ぐらい、これ頻繁だと思われますが、クリーニングに通われるのが賢明だと思います。その理由はですよ、プラークは最初は柔らかいですよね、歯垢は柔らかいです。しかし2週間ぐらいで徐々に固まってきます。で、固まる前にそれを除去するためなんです。歯周病の治療法については過去の動画で解説していますので、概要欄にアドレスを記載しておきます。ご興味のある方はぜひご視聴くださいね。今回のお話はここまでです。木曜午前9時にお会いしましょう。そして2022年1月からは皆様に安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエーツを設立いたしました。インプラント治療を考える方は OIA のホームページからお近くの歯科医院を探してください。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカで主催している私の講演を受講していただきまして、技術を習得され、またマンツーマンで指導を受けていただきまして、随時皆さんが安心してできる優秀な歯科医を厳選して掲載していくつもりです。 OIA は営利目的の企業は運営するのではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が運営しています。医療法人は公益性を求められているために営利至上主義ではありませんので、安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。